ネプトゥーヌスとアンピトリーテイのモザイクが315年から325年頃ルーブル美術館所蔵アムピトリーテイはギリシア神話のワタツミ・ポセイドオンの日で海の女王であるアンフィトリーテ長望院を省略してアムピトリテ、アンピトリテ、アンフィトリテとも表記される名前の意味は大地を取り巻く大三のものすなわち海を表す 聖獣はイルカで、象徴はカンリ、ベール、王爵、ローマ神話の海水の女神サラアキアと同一視される。アムピトリーテーは、ネーレウスが、オーケアノスの娘ドーリスとの間に設けた50人の、娘ネーレイデスの一人で、ポセイドーンとの間に、トリートオーン、ロデー、ベンテシ救命を生んだ。子供のうち、トリートオーンは上半身が、人間、下半身が、 イルカの姿をしたワタツミである。ロデーは太陽神へ、リオスの妻となった。ベンテシキューメ名はエウモルポスを育てたと言われる。アムピトリーテイの三人の子供というのは、彼女自身の三面相を示すもので、トリートーンは幸運の新月、ロデーは借り入れの頃の満月、ベンテシキューメ名は危険な9月を表している。アムピトリーテは海の女性的化身である。 ホメーロスのオデュッセイアによると、青黒い瞳をしており、大波を起こすとされ、海の巨大な海魚や怪獣を数知れず飼っていると、されている。しかしホメーロスにおいては十分な擬人化が進んでおらず、単に海を刺すと思われる箇所もある。ヘイシオドスの浸透機では、アムピトリーテイは同じネレイデスのキューモドケー、キューマトレイゲーともに、荒れ狂う風を沈めることができ、また、 ポセイドオーンとの間にトリートーンを生んだと歌われている。ホメーロス風参加のアポローン参加によると、レイトがデロス島でアルテミスとアポローンを出産した時、リオーネー、レアー、テミスをはじめとする多くの女神たちと共に立ち会った。テイセウスに指輪と王冠を授けるアムピトリーテ両者の間にアテナーが描かれている。1490から500年頃のキュリクス。 投稿は、エウフロニオス、画家はオネシモス。ルーブル美術館所蔵。後世の神話では、アムピトリーテとポセイドオンの結婚の物語が語られている。それによればアムピトリーテは姉妹たちと共に、ナクソス島で踊っている時に、ポセイドオンによってさらわれた。あるいはポセイドオンの球根に最初は抵抗したが、ポセイドオンからイルカをプレゼントされ、婚姻を承諾した。 エラドステネスによると、アムピトリーテイははじめポセイドーンを嫌って、海の生誕のアトラースのもとに逃げ、彼女の姉妹たちによってかくまわれた。ポセイドーンがイルカにアムピトリーテイを探させると、一頭のイルカが大西洋の島にアムピトリーテイがいるのを発見し、説得してポセイドーンのところに連れて行った。その結果ポセイドンはアムピトリテと結婚することができ、 この功績によって、イルカは天に配置され、イルカ座となった。オッピアノスも、エラトステネスとほぼ同じ神話を述べている。それによると、アムピトリーテが隠れたのは、オーケアノスの宮殿であった。そしてポセイドーンはイルカから隠れ場所を教わると、すぐさま拒絶するアムピトリーテを奪い、結婚したという。ポセイドーンは、もともと大地の神だったが、 アムピトリーテーとの結婚によって海も司るようになったとも言われる。アムピトリーテーは気の置けない妻で夫のたびたびの不実を辛抱強く我慢した。アムピトリーテ,はテーはテイセウス伝説にも登場する。アテー内の英雄テイセウスがミーノータウロスの生贄としてクレータ島に連れて来られた時、ミーノース王は彼がポセイドーンの子であることを信じなかった。 ミーノースは自分の指輪を外して海に投げ入れ、本当にポーセイドオンの子ならば指輪を取ってくることができるだろうと言った。そこでテイセウスが海に潜るとイルカが彼をポセイドオンの王宮に運んだ。やってきたテイセウスにアムピトリーテーはミーノースの指輪とシンクの街灯、果敢を授けた。ジャンユーグ・タラバルの1780年の会がアンフィトリテの勝利。 マサチューセッツ州アマースとミード美術館所蔵。パウサニアスによるとミーノースの指輪と黄門の冠を授けたことになっている。ありがとうございます。